この雪が降るエフェクトじゃなくてギフトがあるんだ、ね、クリスマスやっぱ12月だから、12月から12月だから、このまま今日から12月です。そう、ちょっと昨日の配信を続けしよっかなと思って、今急に思い出した、昨日の配信を続けをしよっかなとか思い出して、12月から頑張るみたいな、12月から頑張ることを、まあ、ノートにもまだ何も書いてないけど、でもね、頑張りリスト作ってないわけよ、書いてない、配信中に、あ、時計直してない、そういえば時計直してなかった、じゃあ私の今の時計ではこれ6時、えこれ1時間ずれになってる、もしかしてとうとう1時間ずれになりました、このあれ、もしかしてえなんだ、1時間ずれてる、すごい、これもうなんで、ちょっと1時間ずれてるのか、いや違う、17時かとは思ってなかったんですけど、こんなにずれてると思わなかった、あのね、今さっきココペの配信始まりましたっていう通知来たから、あの1時もう5時になってたっていうのは知ってたんだけど、なんかもうなんでこんなずれてんだろうね、まあ1時間ずれで言えばいいんですね、そういうことですよ、うん、さとしさんありがとうございます。なんかさ、この時間でよかったわ、あのもしさ、ここの部屋で、この自分の部屋でずっと生活してて、あの小ちゃんしもいちゃんがマジで毎日のように来てる、ね、クリームみなとずっとクリスマスマーケット行きたいねって言ってるのよ、クリーム行きたいねって、腕時計しない、そう、もしこの部屋で私がずっと生活してたら分かんないから、すごいことになってたかも、でも大丈夫、私にはすぐ近くにパソコンがありますので、そのパソコンで、マジで
なんで1時間ずれてるんだ。そこあるから大丈夫大丈夫けど、わうん、これなんかバグったかも。バグったかも。バグってますよね、私今この配信。どうしよう。バグったバグった。バグってたよ。ちょっとね、今バグりかけた。待って、ちょっと一旦切れるか、ちょっと待ってて。ああ、今マジびっくりした。ギガ戻ったっていうコメント見て、やばい、私ギガもう Wi-Fi オフにしてたらどうしようとか思ってたけど、大丈夫でした。マジバグったかと思った。なんか私も欲しいな。なんかさ、あれなの、もうショールームしながらメールとか送りたい。ショールームしながらメール送って、なんかさ、パッて思いつく答えからさ、そうで私の頑張ることリスト的なのを作ろうかなと今思っておりまして、でも私の場で質問があるのちょっとね嫌だな。 HKT 超絶おじさんありがとうございます。なんかね、書いてまだ書いてないんかって来た。書いてないの許して。これをね、私頑張ること内容を少しずつメールに送ろうと思ってんの今。やツイッターに書いたらもう逃げ道なくなっちゃうから。ツイッターってさ、みんな見るからさ。いやでも一瞬ねツイッターに書こうかも思ったけど、まあ、スマホに書くんだったら自己満で終わりそうだから、やっぱ書いた方がいいと思って。私も毎日ウイング本当なんか好きだよね。なんかウイング始末の初見ですって、逃げ道は確保しておきたいなって思って確保させていただきます。すいませんね、今からこちらに書いていきます。まとめて逃げ場なくなっちゃって、いやそれに思ったの。誰かがさツイッターにさ、メールの返信でまとめ頑張りたいことリストみたいな、ちょっと少しずつ送るからメールに。まずそう、みなとね、あの頑張ろうっていう同盟組んだから、みなと頑張ろうっていう同盟を組みましたので、そう頑張ろう同盟。なんかまあ頑張ることといってもなんか、まあ、痩せるっていうことだけしかないけど、頑張り貯金ちょっと近くに星がない。
そうでもさ、もう来年の目標も決めてた方がいいのかなとかも思いつつ、同盟組んで、なそんなわけない、そんなわけなくて、まずね何しよっかな。でも頑張るっていうこと、まあ HKT として頑張るのか普通に人として頑張るのかっていうところがあって、悩みはね、でも来年の目標来年でいいんやでっていうのは、でも来年の1年で達成したいこととかあるから、どうしようかな。友達役に作れるかな。どうしようかな。来年、それ来年受験なんだよね私。どうしようかな。どうしよう。志望校動く。でもね勉強か。受験生、確かにね、まあ、受験生なんだよね私も。逆にまあ、いいや、やっぱいいや。どうしようかな。でも毎日何時間勉強するとか絶対無理っていうの分かってるから、でも勉強できる時にするっていうのが一番なんだけど、同期全員と写真撮るもけん絶対もう撮ったことあるけどな、意外とみんなと。どうしよう。朝方の生活目標いっちゃう。どうしようかな、悩みどころだね。村長にご飯やだ。東大に合格しようぜ。マジで無理。ゾウハンバーグ、そういうの作ってもらおう。マジほら首が変。今月の表裏に絶対そういう目標できないから、ゾウハンバーグ食べるとか、マジで無理、マジで無理なんですけど。どうしようかな。寒い。117日目。いや同期全員チャーハンね、それはね私の家に吸い込まないといけないっていうところからかな。私が行けばいいのかな逆に。7、同期で、いやそれは無理、それは無理マジで。でウーバーコグハが、じゃウーバーイーツコグハが出勤します。ウーバーイーツコグハがみんなの家にいて、クリスマスプレゼントだね私のチャーハン食べるっていうのは。
どうしようかな、頑張る、頑張ること、あ、頑張ることが分かんない。まあいいや、とりあえずうちのもがしがいなので、それは無理だね。取りまく、あの見出しだけ書いとく。今から12月頑張りたいことって書きました。12月頑張りたいこと、まあじゃあそんなのかないんですけど、どうしようかな、マジでなんかないかな。自己肯定感上げても一日一個自分の好きなの、それはさ、いやどうしようかな、同期全、頑張りたいってことはあくまでも願望だから頑張らなくてもあ、そういうこと、そういうこと、どうしようマジで、何かこう、どうしようかな、うん、迷いどころですね。え、どうしよう。まあ いや、ちょっと一旦これから離れて、一旦これから離れて、ちょっと待って、どうしよう。なんかね、でも目標ってね、これで決めるとよくないと思うの。はい、ということで違う話題に変えましょう。あ、そう、わかった。じゃあちょっと書くから、別にもう話題は離れて違うことを話しましょう。なんか適当に。あれ、そう、あれチェンジ。サンタさんにお願いしてみます。サンタさんにスマホが欲しいって言ったらくれるかな。いや、そう、そういえばいとこがクリスマスにサンタさんに iPhone 欲しいって言ってるらしい。最近どうってなんで適当、うん、ちょっとね、ちょっと待って、ちょっと書きながら見るから、話すから、みんな好きなこと書いてて。それの iPhone 倍で10万超えるんだよ、すごいよね。分かった、まあ、いや、やめよう。そうなんだよ、でもね、まだね、これ1年しか使ってないの、スマホ自体1年半ぐらい。だ
からね、ちょっとまだねお母さんからの許可が、僕は破産寸前ですって。それは仕方ない、きっつけ。いや1円なんかさ、前さ私さなんかこういう話したよね、なんであの携帯とか1円で買えるんだろうねみたいなことをなんか話したよね前。なんかめっちゃ勉強したもん。どうしようかな。まあ破産、みんな破産しても困らないぐらいに貯金は貯めておきましょう。自転車、自転車どうな、自転車買ってないなまだ、どうしよう。自転車欲しい、買ってもらおうかさんに。うわ1234だ、すごい。待って1234見てる人が、見てる人がてか合計だけど、1,2,3,4,5,6。 ななちゃん、今日ボーナスだったけどそれ何、あのタワー10連とか、なんかさボーナスってどんくらい出るかがよくわかんないからさ、私まだ社会人じゃないから大臣じゃないからどんくらいかわかんない、よくね。こういう時こそ、こういう時はやっぱねみんな教えてくれないと思うから自分で調べるんだよ。なんかみんなさ濁す言い方するじゃん、大人って、大人ってっていうかまあ人って、お母さんもお父さんもなんかいろんな人も、学校の先生とかもお金事情は全部濁すから、どうしようかな、これ調べて出てくるのかな。おーし、え、ボーナスってさ、え、ボーナスって月1もしかして、なるほど、今ググってるから。年に、それは私 毎月あるって言った今、毎年、年にね、半年、半年雪降った、うん。それがちょっとあれ充電がなくなりそうらしい。6月10日年に、
ね、今ループしてるかな。私もボーナスってもらえないのかな。ボーナスしてないのよかった。社長に聞いたら絶対嫌だ。なんかあのボーナスってもらえないんですかねとか聞いてさ絶対嫌だよな。そんな人社長に聞けないでしょ普通に。マリナさんってやだね。ボーナスってなんでもらうの？そもそも。タワー1個で800円ね、やば。タワー1個で800円。でもあんまお金の話しない方がいいと思うな。私ショールームで、ショールームであの多分私からお金の話しだしたんだけど、話しかしだしたんだと思うんですけど、あんまりこういう話はしない方がいいと思うから。やだね。16万の。待って、私でも配信切り忘れて「はあ16万か」とか言ってないから別に。マジで無理、マジで無理、無理、無理。え、どうする？なんか6期生がさ、ああ今年何万かって言ってさ、いや、そういうことはしね、なるべく避けて通りたい。なんか怒れそうだもんあれめっちゃ。でもなんかビビアンさんはさ、あれ大人も誰にも怒られなかったって言っててさ、なんかもう何事もなかったような感じだったって言ってそれもそれでさ結構私はそんなことしないから、しないから。ファイナンシャルブランド、なんだそれ。でもマジで給料、まあ私もね、そんなにあの、ピッサンありがとうございます、ハッピーさんありがとうございます。
お金好きねって、いい、絶対違う、絶対違う、なんでお金の話だったの、違うでしょ、誰かが絶対なんかボーナスがって言い出したからさ、私がさお金について話し出したんじゃん、絶対そうだよ、ほら自白、しやないからお金の話し出したの、お金なんかやだ、お金大好きとか、今日なんて、あの私は評論は大体ちょっとねこれあの言うのもあれかもしれないんだけど、大体あの お金はみんなそれだ、ああ私はいつもショールームは話すことなくなったらやめます、話すことがなくなりそうだったらやめて、なんてお金大好き、なんかさお金ってさデリケートっていうかさ、そういう部分もあるからさ、オーマイガー、なんか地味に痛かったんだけど今、お兄の、それなお兄のスマホ買いますようにって感じですね、今のところは。身長高いからごめんなさい、私ね163cm 欲しいの、本当はもうちょっと欲しい、もうちょっとだけ欲しい、よい、くしゃべれそうってなかったけど、フリゴゴが新しいのも欲しい、なんでそうなったんだろうね、本当にまだもう全然伸びてない、ほんと危ない、だからもう止まってるかも、 162cm であってほしいけど1なんだよね一応公式ではでもちょっとまあまあ、そうでもね、もうちょっと貯めたい、貯めたいじゃないいやもうお金にあの引きつられてる、もうちょっと伸ばしたいかなって思ってる今は。161.2 って何回見た？マジか。足のサイズは、私いつも 23.5 くらいですかも。やだな、もう身長伸びないかも。どうしたら伸びるんだろう身長って、なんか伸び悩んだ、なんかそういうサプリないのか、身長を伸ばすサプリみたいな、そういうサプリが欲しい、それなんでブン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 身長伸ばしてレアちゃんよりも高くなっちゃう、なっちゃって、あのえサナビクって本当に効果あんのかな、レアちゃんの足のサイズめっちゃでかい、でかいよねレアちゃんと足、鉄棒あれ本当に伸びるな、あれなんで腕が伸びるから、ちょっと今から目標書くけど、教えてたら1cm え、あれってさ、なんかお客とかさ姿勢猫背とか直したら絶対伸びるよね、そのくらい、ちょっと今からて、私今日リアちゃんのメールめっちゃ感動したんだけど、なんかリアちゃんのメール見て感動感動
モチベーションドンとってドンって見る。いやちょっと今字が綺麗に書けなくて悩んでる。まあ12月頑張ることって書いてるから、まず Twitter のわかんないスペルが、はあ、なんか読みたくなってきた。眠たくなってきた、なんか。両手両足持ってもらって一気に、ね、それもう物理的な伸ばし方じゃない、なんかすっごく超物理的だと思う。てか今日いろいろなんかスマホ見ながらなんかしたら鏡で見てめっちゃ汚い。お父ちゃんお母ちゃん、あ、で、そん、なんか平均くらい、2人とも。なんかお母さん 157.5 くらいでお父さん173とか4とかだから、まあ、平均ぐらいかな。私はちょっとだけ高くなった、平均より3センチくらい。今の平均158センチくらいらしいから、でもね、私ブーツ履いたらめっちゃ この前ブーツ履いてお出かけしてたらめっちゃなんか自分が身長高くてびっくり。マジで自分が高すぎてっていうか、何センチのヒール履いたんだろう。あの時もともとがさ身長1センチくらい、160センチあってブーツ履いたら多分ね 5センチぐらいアップ、もう160後半だったから、なんかさそのもうお兄ちゃんとかともなんか目線が近いわけだし、もうそこら辺普通にさ歩いてるさ男の男性の方とかもさ、まあ、なんか目線一緒じゃないって思いながらさ、なんか自分今日身長高くないって思いながら歩いてる。めっちゃお兄ちゃんは173センチくらい、平均でございます。ちょっとね、じゃあ身長もっと欲しいな。イグナちゃんにまだ抜かされてないし、別に抜かされてないし、身長日によってが、なんでだよ。それでもブーツ履いたら日によって変わりますから。ちょっとこれまた寝ようかな。ゾラ様と藤子ちゃん、私の方が、わかんない、私の方が高いと思う。でもね、身長はそんな変わんないの別に。でも私の方が高いと思います。必要していく
主張して私の方が身長高いですって。朝と夜はそれはね、姿勢の問題で G で、大王ちゃんが意見、いやでも大王もだいぶ身長高くなってますから、本当にでもさ、なんか毎日っていうかさ、やっぱり会う頻度多いからさ、そんな気づかないけどさ、なんかふとね、この前ね、リチャキの隣に大王がいて、なんか身長伸びたねみたいな話をして、本当に伸びてた。そう、この前リチャキ、なんかさ、リチャキもそんな身長高くはないじゃん。リチャキもそんな身長低い、何歳、153ぐらい ?4 とか。なんかね、リチャキとこの前ね、横並びに行った時に、待って、なんか身長差がなんかそんなにないように感じて。うちのあちゃん120してて、ミニマムって何？ミニマムとは、わーわーわいや、ミニマムで、なんか、なんだろう、なんかキャラクターの名前っぽいかと思った。絶対量は私特定しないと入れない、最小限。ちょっと難しい、ちょっとだけ。でも私は学年一小さいってこと？ってこと？なんか私ね、でもね、身長動画も高い方だからさ、結構高い方だから。早く伸びてほしいな、私の身長で。身長ね、なんだろう、でもずっと後ろの方ではあったから、ロッキーで何番でも、なんかロッキーって167センチ多いからさ、なんか同じ身長の方からさ、でも私多分3、4番目ぐらいには高いと思われますけど。JC で160、いやそうだよね、 JC にしては高い私。めっちゃ身長伸ばしたい、どうしよう、どうしたら伸びるんだろう身長。私も決めた、来年の目標、身長を2センチ伸ばすにするから。もう身長2センチ伸ばすにする、本当。この前のコンサートでゾワちゃん見て、結構背が高いなって思ったり、でも私より私の方が高いから、ゾワちゃんより多分私の方が高い。
163-4cm ぐらいは欲しいですね。なぜザーちゃんと早い、いやマジで私よりザーちゃんの方が、マジでザーちゃんより私の方が高いと思います、絶対に。どう頑張ってもザーちゃん私に勝てませんので。伸ばしたい身長、どうやって伸びるかな、牛乳飲むか、ヤクルトってあれ伸びるの本当に。でもタンパク質取ることがいいって言うじゃん。はあ、てかマジめっちゃ今更な話してるけどさ、なんかあれだよね、マジこれ背景かわいい、なんか背景が可愛いこと、アリガリチキンが長い、マジでどう頑張らせたらマジでもいいんですので、ね、クリスマス、でも私いろいろと願望あるの、あのこれこういう風になって、私肌白くしたいな、ビタミン C、マーさん、やばい、ヤクルトって効果あるのかな、私もヤクルト飲もうかな、めっちゃ1日5分くらい、やっぱね、どうやって伸びるのかな、マジ身長、私マジ12月の目標は出てこないけど、あの来年の目標ならめっちゃ出てくる、うち朝夜飲めばいい、そういうの腸が大変、分かった、ひらめいた、え、私すごい今なんかいろいろひらめき出した、ちょっとねあんま遅くになるとね、私メール書くあれが遅くなっちゃうから、まあ12月も始まりましたし、私の頑張りたいことはいろいろありますけど、え、ちょっと待って、ね、もうショールーム終わって今から頑張りたいこと書いてメール送って、来年はどうその、じゃ私は聞いてあげようか、ザーちゃんに、なんか自分認知されてるか不安でしてる人さ、私が聞いとこうか、この人知っとるって、それは。でもなんかもし私があのオタクっていうか、あのこういうこっち側じゃなくてファンの方についてたら、あの誰かもうその例えば HKT のオタクだとして、私がもうあの HKT のファンの人全員が知ってる並みのあの強打になりたい、もうなんならあのもうメンバーからも認知されてるみたいなぐらいの強打になりたい、
ディーンディーンディーン、そんな人恨んでさすがに京都、でもなんか頑張ったらいけそうじゃない、なんかもうもうメンバーも知ってるみたいな、メンバーも知ってるしファンの人も知ってるみたいな、お得意なみたいな、もうある意味一番有名みたいな。強オタ、強いオタク。うう、もう風呂入ってみようかな。うん、それはもう俺が、まあ確かにそうなのかもしれないですね。ランキング見ますね。オープンせ。ランキング見まーす。でもみんなちょっと勘違いしたいんです。私はもし自分がオタク側の人間だったらっていう話をしてました。ま、あの真面目に捉えないでください。すみません。でもどうだろう。でそういうさ人ってさ実際に存在するのかな、ちゃんと。知る人ぞ知るじゃない。いる、やばい。今アイドルに届けないわ、確かに。それはある。まあ。ランキングを見しますね。13よきちゃさんありがとうございます。12おじろさんありがとうございます。11ここさんありがとうございます。10位おたまちゃんさんありがとうございます。9位ただの魚さんありがとうございます。8位メドンクラギさんありがとうございます。7位こうへいさんありがとうございます。6位かべちょうさんありがとうございます。5位あおいちゃんさんありがとうございます。4位フィッシュさんありがとうございます。3位りかさんありがとうございます。2位ハッピーさんありがとうございます。1ネクさんありがとうございます。ありがとうございました。マジで時計直さないかな。じゃあちゃんとメールに書きますね、決まったら。今年もあと1ヶ月ですけどね。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。バイバイ。